おーまちゃん、おーまちゃん帰ったよ。もうちょっと明るい方がいいんちゃうかな。おーまちゃん、おーまちゃん、ママとママの時と全然ちゃうやんか。おーまちゃん、おーまちゃん、もうおーまちゃん、このままとっとったろうかな。このままずっと撮っとったろうか。おまちゃん、ちょっと明かりがあった方がいいんやけどな。おまちゃんな、これ明かり今つけてるんやけど、どう？ほら、おまちゃんね、眠たい。あ、ちょっとぶれたか。眠たい。はい、今日は何日？8月土曜日。おもちゃん、どう？暑いな。明日朝パパと散歩行くんで、朝何時？朝の5時頃に行って、でもうフル装備、いろいろね、こういう風にしたらいいですよと、暑さ対策こういう風にした方がいいですよとか全然お前聞いてねえやんか。お前聞いてねえやんかなあ。聞いてねえやんか。お前眠たい。でこれ動画にならへんやんか、これ。こういうのって、じゃあね、あ、まあこれがな動画やねん、実を言うと。お豆日記っていう、もうな、こういうお豆を喜んでくれる人をリスナーさん になってもらいたいね。おまちゃん、お前芸できへんし、っていうか寝てる？お前、あんた聞いてねえだけじゃなくて寝てるやんか。ちょっと起きろよ、起きろ、耳おおちょっとちょっと起きて。おーい、起きて、起きて、起きて、おい、よしよしよし、これ逆さえじゃないです。おまちゃん起きて、おまちゃん起きて。これどうしたらいいの、これ。あ、ちょっとビスケット持ってきたろうか。ビスケットどこしたのか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。ビスケットこっちうるさいから取ったろうか。よいしょ、ビスケット持ってきたろうからな。ちょっと待てよ。よいしょよいしょ、はい、よいしょ、これで起きなさい、ヨモちゃん。はい、起きて。はい、で、終わると、はい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 、起きて、はい、はい、はい、起きて、はい、こっち向けよ。どうつやったらこっち向いて、ヨモちゃん。ヨモちゃん、ヨモちゃん、こっち向いて。そうそうそう、そうか、そうか、よしよしよし、ヨモちゃん。明日ね、明日の日曜日は朝、パパと一緒に散歩行って、で、なんかね、あれらしいわ、パグみたいな鼻ペチャな、聞いてる？ちょっとこれな、鼻ペチャな犬は真夏に散歩に行くこと自体がもうちょっとなんか命取りみたいな、致命傷っていうの。だから夏は散歩に行きませんっていうようなコメントもあったわ、おまちゃん。1回でも15分でも長い言うて、もう外の空気吸うだけでいいっていうか、外の空気吸うっていうか、パグのこの高さでアスファルトの熱気っていうのはすごいんよ。
だから一応なお豆を連れて行く前に、例えば夕方とか連れて行く前にこうやってアスファルトをね触るねな、おまちゃん。ほんで触った後にあの抜く、どうかな思って、この肉球とかめちゃめちゃ熱いやろ。肉球見せて、肉球見せて、肉球見せて、おまちゃんちょっと肉球見せてな、肉球見せてどんなん。うん、じゃあこれライター出てんね、これほんまは違うライターやで、これちょっと肉球、はい、お座り、おまちゃんお座りして、おまちゃんお座りして、はいお座り、はい、ちょっと肉球、こんな肉球でーす、肉球、よしこんだけ肉球、おー、そうか、いい感じや、おまちゃんな、怪我もしてねえしね、こっちは、うん、よしこれね、ちょっと今強引に強引にやったらな、またなあれやね、虐待したとか言われるね。はい、じゃあこの動画のタイトルは、いかにしてあお豆の散歩についてするか、うん、あとね、最近一発一発の動画が長いですねとか言われてるんやけど、もうちょっと長めにしてるんよ。あの編集でちょぎるのが、ちょぎっとするのがちょっとだるいねんや、だるいっていうか結構時間かかるし、あのその分だったらもうちょっと頻繁に上げた方がいいな思って、頻繁に言ってもあんまりね、上げて、あーまあ1週間に毎日は上げれへんけど、お豆日記って言って日記形式ですということで毎日あげようと思ってたんやけど、まだ聞いてねえやろ、また話聞いてねえやろお前、あやめとこう、ねえやお前、まはよ寝ろよ、はいじゃねえよ、はいじゃねえよ、何やねん、何やねん、散歩か、散歩行きたいんか、はい、じゃあもう今日の動画おしまい、はいお手でおしまいやな、これでも食ってる、はい、これ出演料でーす、おいしい、俺もうパパここで寝んねんで、なあ、よだれ垂らして、おしまーい。